皆さんこんにちは、ワドツです。今日はですね、2018年の12月の4日、14時34分です。今からですね、映画の撮影を教わります。よろしくお願いします。ちょっと配信の方ほったらかしになること多いと思いますが、なんかカメラをこう向けてくれとか、音がどうとか、後でいろいろと言っていただけると嬉しいです。今日の先生というか、いつも教えていただいているのは S さんです。 S さんです、先生の。よろしくお願いします。映像と音声問題なかったら教えてください。じゃあちょっと基本垂れ流しで行かせていただきます。よろしくお願いします。何も映ってないから分かんないよね。音声映像問題なければ教えてください。映像と音声問題ない。風が強いよね、多分ね。
そうですよね。1秒間に120枚生きるんですよ。風だけはね、ごめん、もうどうしようもないわ。楽しんでってね、みんな。電波問題ない、たまたまある。これがですね、皆さんカラーチェッカーと呼ばれているものです。今日はこれを使って勉強します。ちょっと行きましょう。あーそっか、まあいいや。バッテリーちょっとここに置いていきます。絵になるところを探しに行きます。了解です。どこがいいかな。絵になるところを探しましょう。電波より風はしょうがないでしょ。風はしょうがないんで、逆光なんだよな。カラーチェッカーは知らんけど、簡単に言うとカラーチェッカーっていうのは色ですね。
方がなんか台になってすげえかっこいいなと思ったんですけど、やってる人があんまいないですね。あそこのあそこら辺から。そこパイプですか。パイプ、パイプ、あ、これじゃないですか。なんか、はい、なんかこうなんて言うんだろう、パイプこれですもんね。なんかいろんなぐちゃぐちゃして高くなったり低くなったり、はい、ただ向こうから撮ると逆光になるんですよ。どうしようかなみたいな。あれですね、ちょうど彼らのたまりに混ざるぐらいの位置から、はい、撮りたい感じです。混ざりましょうか。はい、移動しますか。混ざりましょう。了解です。じゃあ移動します。で一個一個荷物運んで感じで。あ、いいっすよ、あっちで決めながら。了解です。で、ちょっと皆さん移動します。背景を測るっていうか、そのカメラって色をいろいろいじれるじゃないですか。だから標準の色をこう撮影しておいて、後でその標準に合わせると、要は目で見た感じにできるっていう感じですね。そういう感じです。こんにちは。こんにちは。ちょっとこちらに移動しました。ちょっと荷物持ってくるね。ちょっと待ってて。ここで待ってて、みんな。ありがとう。まずはじゃあチェッカー気にせずに、はい、どんどんシャッター切って、ここでの絵の感じっていうのを一回掴んで、はいはい、まあ、だいたい掴めてきた、はい、もう撮れますってなったあたりから、はい、ホワイトでチェッカー入れてしまう、はい、了解です。それは、動画を撮ればいいですか、それとも写真を。動画ですよね。どっちでもいいですよ。あ、とか写真と、まあ、ポーズ決めるんで、写真撮りながらでもおそらくポーズは組めると思うんで、はい、こっちから撮ってみて、あっちから撮ってみて、何パターンかやって、はい、よし、行ってきます。
ルは使わない感じですよね。ジンバルはまあこの下り終わってまだ日があれば残ってればぐらいの了解です。手ブレ補正入れた方がいいですよね。手持ちだったらもちろんそうですね、入れた方がいいです。で手ブレ補正の設定のこのマニュアルのこれってどれくらいに合わせればいいのかなっていうのが分かんなくて、一番トップに合わせちゃっていいですかね。オートの感じですか。だったらそこの降りたところから向こう側の絵がかっこよかったんですよ、ちょうど波、はいはいはい、ただ太陽が逆光だったんで、 あのなんかこう教科書通りの絵にはならないのかったっていうただまあ逆光もかっこいいんですけど、どうでしょう。見えてた？ああ、風船ありがとう。うん。かなと思います。じゃあもう、はい、そこでホワイトとデコチェック入れてで、はい、三脚立てた方がいいですかね。ここはもう感性のあれなんで正解はない世界ですから。かっちり決めたいか、あとある程度自分で幅持たしたいかですね。あれバッテリー残量見えてる？大丈夫？見えてる？延長します。今回そう自分がカメラマンをやる感じですか、それとも定点で撮っちゃってもいいですか。撮りっぱなしでもいいですし、はい、どっちでも任せますよ絵自体は。
く撮りたいなと思ったのが、はい、低めのアングルで、はい、こう迫ってきてこう抜けるような絵があったら面白いのかなと思って、はい、多分垂直めっちゃ低く抜けるんですけど、そうすると足出ちゃって足が結構出るので取られちゃうから、しこいのでいけますか。しこいだとこれだったらどうですか。どこいたっけ。クソチビがいるんですよ。あれどこだっけ。おお、このぐらいの高さでどうですか。あ、もう全然バッチリです。ミスで考えてなかったけど、スケボーを取るにはスケボーに乗る必要があるんですね。インラインスケート履いてますね、あの人。ああ、なるほどなるほど、追いかけてドリーするにはってことですよね。確かにそう言われたらそうですよね。そうですよね。だからあの外人とか丘から追っかけてるやつあるじゃないですか、はいはい、あれだからカメラマンもやってるんですもんね、よく考えると。あの映像、この映像を作りたかったら、だから一回自分のそのスケボーテク磨くくだり。スケボーをうまく撮るにはスケボーテク一回磨くくだり。練習が必要ですね。伊沢さん、撮影してるところ見たい見たい。あ、何でもかんでも見せろ見せろだもん。あれだったら俺別に特に何するでもないから、はい、後ろ、あ、マジですか、これ持って、配信外カメにしてもらったら、あ、了解です。ここの方に向けて歩きますよ。了解です。S さんがカメラマンやってくれるって、みんな。豪華だぞ。これ、週にはめたら水準取れるんで。はい。どこですか。週？ここ週。あ、これ週って言うんですね。何も知らないです。かっこいいっす。俺も言いたいっすもん、仕事してるときに。なんかバンドとかやってても、はい、なんかあのケンケンっているじゃないですか、ベーシストの。はいはいはい。あいつ楽譜一切読めないんですよ。マジっすか。でライズのケンケンっすよね。そうそうそう。マジだ。俺譜面読めないから。ていうかジェシーも読めない。っていうセリフめっちゃかっこよくないですか。わかります、わかります。バンドマンにおいてそれほどかっこいいセリフないじゃないですか、はい、Wi-Fi がこれなんで、ポロポケットかどっかに入れていただいて、あとこれで了解っす。あとバッテリーが繋がってるんで、これもどっかに了解っす、了解っす。取り行きます。最初はテストで取るとさ感じですか。そうですね。
ダサい絵だと思います。これはひどい。これはひどい。これは絶対ひどいぞ。やば。もう頭の中で脳内再生でわかりますもん。絶対ダサいって。なんか延長しますかみたいなメッセージ出てました。あ、了解です。OK をしました。あ、どこ行ったんだ延長。なんかこうスーって通過する映画欲しいんですけど。はいはい。少年たち。寝ごります。寝ごるってなんすか。ネゴシエーションします。あー交渉っすか。うーん来ないな。ひどいなこれはひどいなどあーこうなってたらもっと上か。ひどいな。全然頭の中のイメージと違いますねこれはひどいな先生どこがどうまずいのか僕が想像してる絵と全然違うんですけど。あれじゃないですかね、はい、スケボーの技術じゃないですか。技術の問題なんですか。スケボー上手くなるまで配信いいですか。マジですか。スケボーの技術なんですかこれ。カメラの問題じゃないの。みんなどう思う。あれっていうかコメント全然ないじゃん。見えてんの。見えてたら教えて。ちょコメント書いてよみんな。ボケっと見てたもダメだよ。ね、見た今の。どう思う。ねどう思う。秘術？何言ってるか分かんねえ な何が秘術のえどうしようスケボーの技術か。根本的な問題ですね。なんかこうスーって横切る感じの撮りたいんですよね。どうしよう。見えてる？コメントちゃんと書いてよ。映像の先生もいるからみんな先生に挨拶して先生に頼むよみんな。もう一回トライしてみます。お願いします。みんなもう一回行ってくるわ。お願いします。どうしようか。何かが違うんだよな。なんか根本的な問題な気がするんだよな。これ全然かっこよくなんないですよこれ。失礼します。てか立ち位置全然計算できてないな。どっからどう来るを考えないとダメなんだ。あこれかっこいい。逆光かっこいい。あ、ダサあもうでも逆光かっこよくないですかこれ。逆光でもう一回やっぱスケボーの技術ですね。あちょっとガチ勢からコメント来てますよ。え、なんすか。夕日を背に固定の方がいい絵が撮れそう。
トリックスリーターじゃないけどチックタックもそれできないと見栄えうるせえば。スローモーションでめちゃめちゃかっこいいはずですよ。さっき指はいいはずですよ。じゃあ丘の上から。無理です無理です。丘の上から今シャバイっていう声が。マジですか？シャバイマジですか？丘の上からですか？リアルなやつですか？丘の上の声から今シャバイって。マジですか？いやもう解散ですよ。心持たないですよ。から来るから向こうから抜けるから、あれなんでベック？ちなみにゼブラの意味わかります？あ、わかります。ゼブラ飛んでる部分。飛んでるんですよね。F がこれ以上下がらないんですよね。あ、でも逆光でヒレバレーだと、まあ、ゼブラも致し方ないですね。シャッタースピード上げちゃうね。フライパン200で取るか。行きまーす。行きまーす。もう一回だ。今のはいい感じだ。絶対いけてるじゃん。シャバイって言われたらしいよ。何がシャバイのか分かんないけど。え？え、何これ取れてない？え、何やってんだ俺。え、取れてない？あれあれ取れてないっすね、これ。え？録画し忘れました。ちょっともう一回行ってきます。せっかくの OK テイクが。あれ？使えそうっすね。でもスケボーの問題ですよね、完全に。テクの方の。そうですよね。テクニックの方の問題。じゃあラストテイクでこれ。あ、じゃあこれ OK テイクにするんだったら一回チェッカーとホワイトバランスやりますか。はい、あ、了解です。お願いします。これどうしよう。そうなんですよ。配信やりながらだとこれが
そうなんですよ、大変なんですよ。いや配信者大変ですよ。ビーバップはシャバイっていうの、どういう意味なの、シャバイって。ビーバップはシャバイっていうの、シャバかったのかな。はい、お願いします。最新 iPhone 防水。おお、すごい。で、松井会長の前の点で、まだとまあ、はい。ある程度の大きさで映り込んでれば、全画面とかにしなくても大丈夫。はい。全く多分見えないです。
ね、オッケーですね、抜けていくっすね。はい、バラーチェッカーの威力を確かめたいだけだけ、はい、左のセッティングが全然違う、はい、シーンが、はい、すごい順当のゲージ、はい、どうしますか。何でも指定していただければ。はい、なんであんだけ見たいみたいですね。30人しか集まんねえじゃねえか。今日150人で見たい見たい言ってたやつ全員嘘つきだな。本当ひどいな。ちょっとそうなんです。歩くシーンみたいな立ってて、はい、もし滑るぜみたいなんで、はい、走り出すみたいなカットでいいんじゃないですか。了解です。あ、こうですか。この辺に立ってもらって、そこら辺から取ってこういう感じで、はい、なんかイメージ作ってますみたいな感じからの、はい、走り出しみたいな、はい、手でいいですね。高さはどうしますか。観客立てますか。バキバキなロイヤルだった。もうガードしかしないでしょ。座ってもいいよ。何が起こっても大丈夫なの。向こう側の絵の方がいいのかなって思っちゃう。こっち側だと、こっち側、はいはいはい、子供たち、どうなんですかね。眉、あとは、まあ、ズームもあるんで、はい、まあ、ズームで作ってもらってもこれだったらいいかなっていう。はい、眉ロイヤルはどううまく使うか。いや、どうする。ファインダーのぞきながら絵作ってみよう。いっす。あ、そっか、こっちの通りですね。そう、こっちを。もう、いや、しょうがないっす。やっぱダメだ、こっち来ちゃう。ここに行けないってことですか。あ、
の天板使わなかったら意味ねえもん、はい、ただのカーブになっちゃう、うん、ただのカーブになっちゃう。おい、かっこいいよ。非常に悩み中。もうちょっと考えさせてください。やばそう。おいどり今のジャンプちょっと。
やりやすくなってきた。
さっきあったのに。こっちに入れた、もしかして。やっぱこっちだった。中にあると思うんで、写真撮ってくれたら。ありがとう。こっちは2次第。おーほー、普通はい、あ、どうぞどうぞ。あ、いえいえ、すぐ盗もうとするのやめてもらっていいですか。いやいやいや、そうくんが言ってた、カバンの中。ちょっとジュース買ってくるんですけど、いいですか。自動販売機行きます。欲しそうだろう。美味しそうね。炭酸で、炭酸で。ありがとうございます。みんな大丈夫ですか。え、そこは大丈夫ですか。ちなみに俺炭酸飲まんからね。飲まない。炭酸飲まない。はい。入るための。
きやがったな、煮もみのレール。それはいいです。それなんかいやらしいっすね。それいやらしくないっすから。次は。カズヤさん行きたかったっすよね。にもみ。にもみ公園。何それ。あのサロモンのステッカーが貼ってあるハンドレール。ほら、たまに。長いです。英語をお願いしても、決めらんねんお願いしても。中村さんは？おー。ガチなやつだ。なんか罪悪感ないやつ。たまんない。うまい。あれうまいっすね。うん、あれ。あといただき。いただきもいい。そう、イチってやつがあるんだけど、それうまいんですよね。ちなみに何を？レッジレッジのルーティンで、ここからも固定で。固定というか、ここから。足目で。それ足で。はい。このジンバル使わなくて大丈夫ですか？大丈夫です。こっち側の手前のカーブでテルマキをやります。で、前で降りて、カーブの内側の左側。こっち側の左側、あ、中側ってこと？中側のこっち側をグラインドして向こうに降りる。了解です。アウトした後どう切る？そのまま折ったままでいい？それともなんか流しで？はい。はい。
の今のカメラと違ってこの感度がいいね。いい感じです、ね、ちょうど良くないですか。懐かしいちゃんと、ね、ちゃんと反応してくれるよね。アナログの気分が詰め込まれてる。はい。カーブの角にコツンって当ててからです。
ません。OK です。流さずに行っちゃってます。あ、すみません。はい。後で色付けするために色をねねあれだ薄めね薄めにしてるから余計に分かりづらい。一回自分でやってみないとどれぐらいがベストなのかな。そう。この感じでこれっていうのは分かる。そうだね。実際これぐらいだよって言われても。で今がまた白いスポットだからね。ねえ。いや反射しちゃってちょっと。なんで止めたそこで。なんでできない。前の方行く程度軸でよくサブロケ。止まっちゃうぞ。
で行っても大丈夫。あ、全然行った方が。めくったのに、めくったのにっていうのがきっとないはず。
最初はもう意識しないでただ飛ぶだけ。動画さんに教えてもらった位置に。